んでこんなとこ作ったんでしょうね。あ、安いよ、220円。さ、ってことで止めてきましたけどね、見ての通り潔い220円で、時間制でも何でもない、とにかく220円っていうね、24時間超えたらプラス220円かかりますよっていう、そういうようなサービスらしいです。すごいですね、220円、24時間220円は多分今までの史上最安値じゃないですか。うちのチャンネル今まで300円が最安でしたもんね。超えてきましたね。でも本当なんでこんなところに作ったんでしょうね。一応ね、地図調べてみたら、向こうか、どこだったっけな、一応なんかこの先に交差点があって、そこから行くと水間観音駅の方に、ちょっと歩きゃ行けるみたいです。ただね、ちょっと離れてますからね。本当になんでこんなとこに作ったんだろう、謎です。これかな、歩道もなんもないですからあれですけどね。これはしかし帰りあんま歩きたくねえな。あ、帰りはあれか、大久保のあたりの方の道からも、あのさっきの交差点の方に出れるみたいなんで、あっちから行こう。そうすると水間観音、まあ、観音さん昨日見ましたけど、まあ、か戻ってきてから車で駐車場に、あの無料駐車場ありますから、さすがにね、駅の利用にね、あそこのね、お寺の駐車場使うのはあれでしょうけど、その後ね、もう一回ちょっとお参りさせてもらうのにね、水間寺さんのね、無料駐車場を使わせてもらうのは、これはね、全然いいじゃないですか。そうしましょう。これはでも、至極歩いていくのには向いてないな。ここ広いですけど30キロ制限なんですね。で、この橋こいだところが、あの木の工事やっとったところらへんですね。今日は休校日なんだ、工事やってないですね。あそこら辺りの沢が、これあれかな、水間寺のあのまさに2つの滝がね、重なってた、挟まれてた、あそこから来てるんですよね。水間を走ってなってますね。これでちょうど木の工事やっとったそこら辺に出ましたね。そこの先があれですよね、なんか博物館だったっけ、なんかになってましたよね。資料館でしたっけ、どっちだったっけ、資料館だったっけ、そんな。そうですね、資料館があって、見慣れた光景になってきました。ここだったよな。もうだいぶ一気もバッチを超えましたね。やっぱ、ね、一日経つと、昨日はもう、ね、カメラ回すのも大変なぐらいすごい人でしたけど。今日はもう、だいぶと落ち着いた感じですね。で、まずは、そう、もう、チケットね、実は本当はもうちょっと朝早くから動くかなと思ったんでね、先にチケット買ってたんですけど、別にこれやったら今日来て帰ればよかったですね。で、あ、じゃあちょっとスタンプしてもらうのが簡単すんでね、これちょっと押してもらいましょう。あ、おはようございます。すいません、これちょっと使いたいんですけど、お願いします。ありがとうございます。
と。